アウトテクニッシェスペチアルツーベヘールはドイツの自動車部品サプライヤー。ラインラントップファルツ州バート・デュルクハイムに拠点を置いている。主力事業はアルミホイールの製造、販売でほぼ全ての主要な自動車メーカーに OEM として合金ホイールを提供する。一般消費者向けには ATS とエクスクルーシブラインバイ ATS の2つのブランドで商品を販売している。 ATS は2008年4月以来、ユニホイールズグループの参加にあり、同グループは年間700万本のホイールを生産している。エイリッヒ・スタール・シュミットとエーベルハルト,マルト・マイワームは1962年に、スタール・シュミットマイワーム GMBH を創業、同社は1967年に先進的な低圧鋳造を導入した。二人はより正確なホイールの製造方法を、 探求していたが、1969年に ATS として初の砂型鋳造によるアルミホイールを製造した。同製法は当時かなり先進的な技術であった。ATS の最初の軽合金ホイールは1970年に製造され、この製法は世界中に採用されていった。当初 ATS はアフターマーケットにのみ製品を提供した。 単造とは異なり、低圧鋳造法では、様々な形状を選択することが可能であった。ATS の名前はすぐに知れ渡り、1971年には、グローバルブランドとして、ポルシェが初めて同社の敬合金ホイールを採用した。クラシックホイールは1972年に発売され、古典的な製品として、現在でも需要がある。同様な成功は1975年の、 カップでも繰り返された。その頃から現在まで VW ビートルや VW ゴルフ用のオリジナルのスペア部品として採用され、また世界中の自動車愛好家からも同社の製品は求められた。ATS の生産は1976年の新工場完成で大幅に増加した。ATS はまた1977年から1984年まで 独自のチームで、第一世界選手権に参戦した。1983年には、アネット・スタール・シュミットが経営を引き継ぐ。1985年に、ATS は、世界初のトラック用、アルミホイールを低圧鋳造法で生産した。ATS は1990年に、低圧鋳造法による、マグネシウムホイールの連続生産を開始した。また、コンサルティング会社、 アーサー・アンダーセンのサポートを受けて、ATS ベタイリー・グングス・ GMBH と、シュタール・シュミット・アンド・メイ・ワーム・テクニックス・ GMBH を独立した研究開発会社として設立した。同社は1991年に、環境負荷を軽減した水ベースのウェット塗装システムを導入した。1993年には、WSK ポーランドと警合金ホイールの 合弁生産を開始した。ATS グループは200万本の年間生産を実現している。1996年には、ブラジルの生産業者の不足から同国内で、メルセデスベンツのホイール生産を開始した。翌1997年には、南アフリカのバベレギニ新工場を建設した。インドでは、メルセデスベンツの現地パートナーであるヒンダルコと共同で、 ベンツ用のホイール生産を開始する。ポーランドで ATS グループは、子会社のシュタール・シュミットメイワーム SPZOO を設立。翌年には、スタロバボラでの生産が開始した。ATS は1998年に、南アフリカでよく知られる、ホイールメーカーのタイガーホイールズを買収した。ベルドールでは、初の1ピース中空ホイールの量産が始まった。 インドネシアの PTXL とのパートナーシップは2000年に開始し、ポーランドで新たな塗装業務も始まった。2001年には、すべての工場でのユニフォームの生産と、ポーランドでのベッドプレートの生産が始まった。2001年に設立された S&MUSA Inc. は2002年にアラバマ州オーバーンに工場を設立し、翌年には、 ドイツ自動車メーカーのアメリカ国内工場向けのホイール生産を始めた。ATS グループは2004年に南アフリカの TSW の工場を買収した。また、ポーランド国内で鋳造ホイールの生産を開始した。2005年にはケンタッキー州ワルシャワの工場買収を行い、アメリカでのプレゼンスを強化した。ATS ベタイリー・グングス GMBH は2007年に、 破産手続きを開始した。2008年にユニホイールズが ATS ベタイリーグングス GMBH の欧州子会社を引き継ぎ、ドイツ及びポーランドでの生産及びバートデュルクハイムの本社 ATS ブランドの将来を保証した。アメリカと南アフリカの生産及び販売は除外された。ドイツポーランドビンケルホックがドライブする D7974 年から 会一に参戦していた、ペンスキーを1976年末に買収したのが、ATS の F1 における始まりである。1977年は、チーム名は、ATS レーシングチームに変更されたが、コンストラクター名は、ペンスキーでの参戦であったため、コンストラクターとしての ATS の参戦は、翌1978年からである。1977年のシーズン終了後に、 マーチの F1 チームも買収した。1978年のシーズン序盤は、ペンスキー PC4 を改造した HS1 を、後半は D1 を使用。7名ものドライバーを起用するも、ノーポイントに終わった。1979年から1982年に、かけては入場なしか、入場しても1回か2回だけというシーズンを送る。 1981年に使用された HGS-1 はチーム代表のハンス・ギュンター・シュミットの頭文字から取られている。しかし、この後のマシンは再び D の後に数字が来る方式になっている。1983年からは BMW ターボエンジンの供給を受け、グスタフ・ブルナによってデザインされた新車の D6 は、回一マシンで初めてメス型によって製作された。 カーボンモノコックを使用。メス型を用いることで、オス型モノコックで必要だった表面のカウルを装着する必要がなくなった。しかし、このシーズンもポイントを獲得することができなかった。1984年には、ゲルハルト・ベルガーが、第14戦イタリア GP で6位入賞を果たすも、開幕時点では1台エントリーとなっていたため、2台目のマシンを走らせていた。 ベルガーの入賞はカウントされなかった。この年をもって、イ一から撤退する。1988年、キュンター・シュミットは新たに、リアルレーシングを結成し、イ一に再参戦したが、翌1989年に撤退した。ATS は、様々なモータースポーツに参加し、ドイツツーリングカー選手権やフォーミュラ3カップ、ユーロ会三、セアトレオンスーパーコッパ、 セアトレオンカップ VLN、ホンダシビックカップ VLN、フォードフィエスタ ST カップ、フォーミュラ DMSB、アダッククラブスポーツシリーズ、スズキスイフトカップ NL 等に参戦するチームに製品を供給している。ATS に関するカテゴリー、ありがとうございます。